SL 急行は今時珍しい私鉄の有料急行です。特急料金を取る会社は東武、近鉄とかたくさんありますが、急行料金を取る会社は珍しいですね。もっとも旅客鉄道各社は急行料金を設定していますが、そもそも急行自体臨時列車でしか見られなくなった種別ですから、ほぼ有名無実になっています。強いて言うなら、常磐観光線では急行という種別があります。相互直通先の小田急の急行設定があるからですが、この急行は実態はただの快速列車ですから、あまり気にすることはありません。では、本題に戻って SL 急行ですが、名前の通り蒸気機関車を使って運行される、川ネジ号という列車です。急行ですから途中、停車駅はかなり少ないのも特徴です。列車によって違いますが、新金谷を発車してから家山しか止まらない列車もあります。川根温泉や下泉に止まる列車もあります。どちらにせよ、ほとんどの駅に止まらないのです。SL はいろいろなところで走っていますが、普通快速列車で運行されます。理由はよくわかりません。ただ、急行料金は不要な普通列車として運用されるのです。まあ乗車券で乗れるかといえば、そうではなくて指定席になっていることがほとんどですが、まあいろいろなところで走っています。ただ、ここは運行回数が他の鉄道とは比べ物にならないくらい多くて、年に300日以上平日まで走るという日本ではここにしかない特徴を持っています。それが大井川鉄道の売りでした。平日に乗れば虚しいていますし、休日はトーマス号とかジェームズ号といった機関車トーマスの機関車も走ります。いろいろ工夫がなされていて面白いのです。蒸気機関車は旅行機の中で見たこともありましたが、詳しくないので簡単にしか話せませんが、C10 型、C11 型、C56 型が在籍しているそうです。私はこうやって話している時に新たに2個形式の名前を覚えたのですが、具体的な違いはよくわかりませんでした。少なくとも仕様が異なるのでしょう。C56 はなんか聞いたことがあります。実際に乗れば魅力もわかるでしょうから、乗ってみて調べたいと思います。今回はここまでです。ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。この動画シリーズ、毎日投稿をモットーに続けております。もし今回の動画が面白かったとか、これからも見たいとか思ってくださった方、この際のご縁ですし、チャンネル登録をしてくださると幸いです。チャンネル登録が私にとって制作の原動力となります。いかがでしょうか？チャンネル登録、よろしくお願いします。